で2勝を挙げてきています。2コース2号艇の向田裕樹となります。川尻と同じく昨日準優勝戦は戦ったベスト18メンバー、3コース3号艇の岸本裕樹、前半はイン逃げ勝利で今シリーズの初勝利。4コースダッシュ角からの4号艇の葛原、前半は2コースまくって攻めたレースは3着でした。5コース5号艇の吉田和人です。そして6号艇の今村信孝、準優勝戦では無念のフライングとなって最終日1回乗りスタートしていきました。1コース1号艇の川尻トップスタート、1周目第1ターンマークです。まずは1号艇の川尻が運んでいってそのままに逃げ切りました。2号艇の向田刺して順走になっています。3番手争いは5号艇の吉田和人が上がってきて、1番2番5番の順僅差で後ろに3番4番6番続いて、さあ5号艇だいぶ迫られた形となって2マークです。スタートは前提正常でした。3着争い6番先行体制を取った今村、差し抜いた4番は少し急ぐ5号艇の外前の吉田が少し流れた感じで、3番手を取ったのは6番の今村となっています。上位体系は 1,2,6 の体系、2周目1マークです。1号艇川尻トップで1マークを旋回、続いて2号艇の向田、3番手6番失速しました。そこを追い上げて5号艇の吉田、外の方から覗いていっています。さあこれで3番手には5番の吉田和人となったところでしたが、挽回してきた6号艇今村と並び2マークの旋回、6番5番の接戦、5号艇握り前、6番失速して体系は 1,2,5 の体系、レースは最終周回です。逃げ切りトップ1号艇の川尻大輔、そして追走には2号艇の向田裕樹、内枠2人がしっかり前を走って、そして3着争いですが、また5番6番競り合ってきましたが、5号艇の吉田が最後のバックスレッジ先行体制です。6号艇の今村現在4艇身離されています。5番手3号艇の岸本裕樹、最後方4号艇の葛原博明、最終ターンマークです。1番2番5番ラストコーナー返しました。3連単オッズは 10.6 倍を示しています。第7レースの進入固定、先頭1番川尻ゴールイン、2着2番の向田、3着5番吉田、続いて6番今村ゴールイン、3番岸本ゴールイン、4番葛原がゴールインです。